どうもパートナーチャンネルです。オデッセイドライビーム入ってきました。各モデル入ってきましたので紹介していきます。お願いします。お願いします。テーラーのトラスと今度のトライビーム雰囲気は同じ感じなんですけど、キャロウェイの営業さん曰く、トラスより肉抜きしてる分、肉抜きって見える、見えてます、肉抜きしてる分、このネックのところが軽いから重心が上に上がっていかないっていうのが魅力らしいです。知ってました？初めて聞いたという形状ですね。まあでも打ってるとすごい長いから、なんかね、確かに言われるとですよ、さっき早々に1番はご制約いただいたので、6本入ってきたんですが5本の紹介ですね。これは何？こっちがドライビームの、2番ですね。2ですね。全然映ってないけど2番、通常のピンタイプですね。おお、すっきり顔で構いやすいです。こちらがトライビームの、6番になります。 6M ってカタログでは書いてるけど6番なんですね。6番、おお。上から見るとどんな、こんな感じですね。おお、マレット結構構いやすい。センターではないですね。やっぱちょっとクランクっぽくなってるんで。ああ本当だ、球の捕まりやすいイメージが。なるほど。続きまして7番かな。7番、カタログで言うと7番ですね。次の、7番ですね。オデッセイの中での、へ、相変わらず人気ですね。この形は角のタイプ。あ、でもこれもクランクなんだ。これもやっぱクランクっぽくなる。へえ、相変わらず座りはいいですね。あ、バックストライクだっけ、あれって復活しないのか。あれも確かにいいんだけどね。確かに。あとは次がセンターじゃない方、ダブルベン、あ、ダブルワイド、ダブルワイドですね。あれ、この前優勝された方って何だ、トリプルワイドか。トリプルワイド、これより太いってことですか。これよりちょっと太いか、まあほぼ似たような太さなのなんとも余計なこと言ったら、まあ通常のピンタイプだと難しそうなイメージある方にはこのピンワイドだとやっぱ安心感は、ね、どれぐらい違う。あれ、これで合ってますよね、普通の1番、こんだけ1番の倍、倍なんでしょうね。倍ですね、大体。でちょっと縦長、1番じゃなくて2番か。縦が少しコンパクトですね。ああ、じゃあやっぱ1番に近いんですね。あと、最後が、あ、3つ並べます。3つ並べます。これがセンター。センターが分かる。センターって上から見て分かる。いや、分かんない。これがセンターです。あー、でもそうですね、こっちで見ればここの部分が、そこの違いか。センター付近には入ってるけど、あー、そうですね、見た目はクランクっぽいのか。上から見るとセンターですか。いや、センターってほどでもない。あー、でもちょっとやっぱりネック寄りに来ちゃってるから、ね、あ、ヒール寄りか、ヒール寄りに来てるから、独特な形な気がするという、今5本になりましたね。1本販売させていただいたので、トライビーム、ぜひご検討。まあ、一応これもこれであれかな。こう見とけば位置違いはちょっとわかりやすい。あ、本当だ。こう見ると全然違いますね。全然違います。
こっちがセンターです。おー、実際に打っていきます。僕が選んだのはダブルワイドです。自分が選んだのは、6番ですね。一発勝負でしょ一発勝負でしょ、一歩お先行かしてもらっちゃって。どうぞ。はい、イエーイ入った入った。プレッシャーかかってるよこれ。ちょっと待って、プレッシャーよね。いいパパです。私を参考にしないでください。以上です。ご紹介でした。ぜひよろしくお願いします。お待ちしてます。